はい、ヒロシーランド TV の大月です。今日は、1985年式6ボルトのスーパー株、通称エコノミー株について語っていこうと思います。最近ね、よく聞かれるんですね。動画にエコノミーとか言ってるじゃないですか、動画で。エコノミー株って普通の株と何が違うんですかという質問をちょこちょこいただいたりするんで、まあ、その辺もあったんでね、今回の動画にまとめていこうと思います。まずエコノミー株っていうのが、1981年から1986年の多分10月だったんですけどまでの間に生産されたスーパー株ということで、それ以前のスーパー株とまずリッターあたりの、ね、燃費が85キロだったのに対してリッター105キロまで跳ね上がってます。それと馬力がですね、出力がこれ以前のやつだと 4.2PS だったのが 4.5PS になってます。あくまでもこれ 50cc のね、エコノミー株について語ってるわけなんですけど、で、もっと言うと途中82年式の革命のね、スーパー株あるんですけど、これは SDX って言って、これはリッター105キロの出力が 5.5PS というとんでもない馬力になってるわけなんですね。で、さらにもう1年後の83年式は、なんだっけな、SDX カスタムスペシャルだっけかな、なんかちょっと覚えてないんですけど、これはまあ 5.5PS 出力のままでリッターが150キロっていうね、あくまでもカタログスペック上の話なんで本当かなと思うんですけど、まあ、そういうことで、通常の株とは違いますよということです。でもっと言うとですね、90年代ぐらいの排ガス規制のあたりからですね、馬力は 4.0 まで下がるんですね。はい、そういうことなんですよ。なので多分手に入れやすいのは90年代のその 4.0 以降のやつだと思うんですけど、この辺の80年代のね、6ボルトは、あるとは思うんですけど、6ボルトなんでヘッドライト暗いとかいろいろあって、あんまり人気ないのかな。個人的にめちゃめちゃ好きなんですけどね。はい、そういう感じです。でこれカスタムって言っても前後をね、ノーサスにしてるだけなんですよね。はい、でリアはここ開けちゃってスプリングを取り出して、でスプリングを切りすぎちゃうとこのカバーが落っこってきちゃうんで、落ちてこないギリギリのとこで、切ってもう一回装着をして、なのでついてるんですけどね、ストローク全然しません。はい、でフロントはもう単純にスプリングを抜いちゃって、ストローク当然しないです。はい、で乗り心地はね悪いですよ、そりゃ車庫端の車に乗ったことある方はいるかな、わかんないけど、まず衝撃を吸収するのがこのタイヤだけなんで、ちょっと荒れた舗装路なんか走っていくとガタ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 っつってね、まあ転びそうまではいかないんですけど、まあめちゃめちゃ乗り心地は良くないです。もうなんかスタイル重視でノーサスにしましたっていうことですね。このかっこいいじゃないですか、タイヤとこのフェンダーのかぶり具合っていうかね、まあ、これがかっこよくてこうしましたよということなんですけど、はい、あとは
86年以降の、スーパーカブヘッドライト、ここがね樹脂製になります。でそれ以前は、まあ、これもそうなんですけどガラスなんですね。個人的にはガラスの方がねなんかちょっとこういいかなって感じです。特に装備はね、今の株と変わんないんですけどね。はい。スイッチ関係とか、メーターとかね、ありますけど、あ、そう。ここにね、エコノミーって表記されてるんです。うん。これがもうエコノミー株の証ですね。これすごい錆びてますよね。このサビがねかっこよすぎて捕獲したっていう一台なんですけど、このリアルエイジング、これねなかなか塗装じゃできないと思うんだよな。まあこの辺もそうですけど、あとこれ見たことないですよ。このフロントのキャリアのなんていうんですか、このステーみたいなやつ、これもなんかすごいかっこよくて錆びてるし、はい。あとね、ここが50になってるんですね。これ86年からちょっと形変わります。デザインがエコノミーはこれです。で 70cc をこう70になって、90はね多分90だと思うんですけど、なんかこれだけ探してる人もいます。株が好きな人はここだけなんかこれが良くて変えたいっていう人もいますね。はい、聞かれたことあります。在庫なかったんでね、ありませんって言ったんですけど。はい、そんな感じです。で、実は、このエコノミー株、ヤフオクで売れちゃいまして、この動画が公開される頃には多分もうここにないのかなと思うんで、まあ、ちょっと急いで今回撮影をしてますという感じなんですけど、南の方のね、県に嫁いでいきます。陸送で運ばれて、はい。エコノミー株、あ、余談なんですけど、さっき言ったね、SDX 馬力がすごいやつ、燃費がいいやつ、革命のね、革命って知ってます？ここ四角いタイプの株あるんですけど、あれの、82年 SDX、 それと83年の SDX、 83はリッター150のなんかすごいやつですよね。はい、あれの慣れの果てが82年がですね、まだ動画ちゃんと出してないんですけど、この白いやつこんなになってます。そして83年のリッター150キロのやつこんなになってます。もったいねーとか思ったのは、その辺の知識を得てからの話だったんで、後の祭りですね。はい、この車体と白いやつはまだ単体で動画出してないんで、そのうちアップしようと思います。はい、そんな感じで今回は、スーパーカブエコノミー株についてお送りしました。ではまた別の動画あげます。ではまた、バイバイ。